はい、どうも。ミステリ小説ご紹介チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。結構長い読書歴&ミステリ好きの私がネタバレなしで毎回テーマに沿ったミステリ小説をご紹介します。今回は職業として探偵を営む主人公が活躍するミステリ小説3選男性編です。以前別の動画で女性編をご紹介しましたが、女性も男性もミステリに登場する探偵役って職業を探偵にしている人は案外少ない印象です。しかしながら女性探偵はちょっと思い浮かべれば結構いたんですよ。私の別の動画職業探偵が活躍するミステリ小説3選女性編でご紹介した置き手紙京子さんや、これまた私の別の動画長い期間が舞台のミステリ小説3選でご紹介した赤眼の少女のミササギミカデさんや、ドラマ化されたことのあるミステリ小説5選でご紹介した霊媒探偵の城塚翡翠さんも女性で探偵です。最近で言えば新本格ミステリ小説3選でご紹介した井上優さんの不実際探偵も女性で探偵と言えると思います。しかし男性で職業探偵となると実はなかなか思い浮かばなかったんです。金田一耕助以降はあまり私の記憶にはない印象がありました。島田宗司先生の御手洗清は先生術師だし、京極夏彦先生の京極堂は陰陽師だし、江上部長は学生だし、浦染天満や葛城は高校生だし、心霊探偵役もは大学生、才川助教授は大学の先生だし、高槻先生は准教授だし、加賀刑事は職業公務員だしで、なかなか思い浮かばなかったんですよ。しかしよくよく見ればありました。男性が職業として探偵を営み活躍するミステリーが、今回は職業探偵の男性編として3作品ご紹介します。それでは早速始めていきましょう。スタート。まず最初にご紹介するのはこちら。楽園とは探偵の不在なり、車仙道行き、早川文庫です。作者の車仙道行きさんは1993年4月生まれで、日本推理作家協会本格ミステリ作家クラブ日本 SF 作家クラブの会員でおられます。2016年上智大学在学中に第23回電撃小説大賞メディアワークス文庫賞を受賞し、キネマ探偵カレイドミステリーでデビューされました。本格ミステリーをベースにいびつな感情を抱える人々の心模様を丁寧に描き出す作風が特徴です。2021年2月、今回ご紹介する楽園とは探偵の不在なりが第21回本格ミステリー大賞小説部門の候補作に選ばれております。この作品に登場するのはある過去の出来事をきっかけに心が折れてしまっている青岸小枯れという探偵です。この物語特殊設定なんです。天使と呼ばれる存在が降臨した世界が舞台で、その天使は2人以上の他人を殺めた人を豪華で焼きながら地獄に落とすという役割を担っているようです。要は神の使いとして殺人者を地獄に落とすという審判を下す存在ですが、その他についてはただ野生動物みたいに漂っていたりふわふわ飛んでいたりと知性らしきものは感じられないという存在です。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。2人以上殺した者は天使によって即座に地獄に引きずり込まれるようになった世界、過去の悲惨な出来事により失意に沈む探偵の青岸小枯れは、天目が存在するか散りたくないかという大富豪常木鴎外に誘われ、天使が集まる常世島を訪れる。そこで青岸を待っていたのは起きるはずのない連続殺人事件だった。犯人はなぜどのように地獄に落ちずに殺人を続けているのか。再注目の作家によることをかける館の本格ミステリー長編。私の読んでみた感想ですが、まず設定が天使は降臨してきたけどなんかあまり救いのない感じの世の中なのですが、それが違和感なくしっかりと作り込まれている感じがして面白かったです。
謎解き部分も面白いんですが、それと並行して天使が裁きを与えるような世界で、果たして探偵にはどんな存在意義があるのかもテーマになっていて、そんな主人公や登場する人たちの人間模様も丁寧に描かれていて、ある種のドラマ性も感じました。善人にも等しく不幸はやってきて、正しいことをしている人、しようとしている人も事故などで死んでしまうのですが、それらの人々は果たして天国に行けたのか、天使たちが起こす事象からどうも地獄はあるようだと認識されるのですが、では天国の方は果たして存在するのかが不明な世の中で、人々はいろいろと訴求します。探偵青岸小枯もその一人で、天使が集まる常世島を訪れたわけです。過去に失った善人の仲間たちは果たして天国に行ったのかを知りたかったからです。そんな苦々しい過去やいろいろな疑問を抱えた探偵は、孤島での起こりえないはずの連続殺人事件を推理します。必死になぜを追求する人たちが発するけなげさ、気高さがこの探偵にも感じられて、思わず応援してました。ただ突然現れたであろう天使が、一般的に思い浮かぶような子供に羽の生えたような容姿ではなく、かなりグロテスクで不気味な感じで描かれているのが印象的でした。主人公の辛い心情をまるで鏡のように反映する物語が持つ景色が独特の雰囲気を作っています。車線道ゆきさんのミステリー、未読の方はぜひ読んでみてください。続きましてはこちら、ノッキンオンロックドドア青崎優吾徳間文庫です。青崎優吾さんは1991年生まれで、神奈川県横浜市出身です。偏差値が65以上とかなり優秀な神奈川県立希望が丘高校を経て、明治大学文学部を卒業しています。大学在学中は明治大学ミステリ研究会に所属していたそうです。2012年に私の別の動画、学校の校舎が舞台となっているミステリ小説4選でご紹介した体育館の殺人で、第22回鮎川哲也賞を受賞しデビューされました。平成のエラリークイーンと言われるだけあって、端正かつ流麗なロジックと魅力的なキャラクターが持ち味で、平成生まれの作家さんとして注目を集めています。私の別の動画、チームで解決グループで活躍なミステリ小説6選第1弾でご紹介したアンデッドガールマーダーファルスシリーズは、それが顕著に現れた物語で、私は大好きなんです。さらに以前、私の別の動画、タイトルに数字が入ったミステリ小説3選でご紹介した短編集の一つ、11文字の折もいわゆる暗号ものでミステリとしてすごく面白かったし、これが収録されている青崎優吾短編集生は、それぞれの物語が全く異なる景色を持ったバラエティ豊かな作品群で、とても楽しい一冊です。2014年には私の別の動画、読者への挑戦状があるミステリ小説4選でご紹介した水族館の殺人が、第14回本格ミステリ大賞小説部門の候補となり、2017年には今回ご紹介するノッキンオンロックドドアが、第70回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門の候補となりました。そしてこの物語はドラマ化され、2023年7月から地上波で放送されております。2020年には早朝始発の殺風景が、第73回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門の候補となっています。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。密室、容疑者全員アリバイ持ち、不可能犯罪を専門に捜査する巻毛の男御殿場通り、ダイイングメッセージ、奇妙な遺留品、不可解な事件の解明を得意とするスーツの男片梨久め、相棒だけどライバルな二人が経営する探偵事務所ノッキンオンロックドドアには今日も珍妙な依頼が舞い込む、新時代の本格ミステリ作家が送るダブル探偵物語開幕。解説、杉江松恋。私の読んでみた感想ですが、短編集なので各編にミステリの面白みが凝縮している感じで、読んでて爽快でした。
特にお気に入りのお話があります。探偵事務所でバイトしている女子高生の薬子が街中で耳にしたサラリーマン風のおじさんの何気ない通話内容から、アーナクイス探偵のごとく推理を進めると犯罪の影が浮かび上がるこの話は本格ミステリならではの魅力にあふれていて結構お好みです。同級生同士で探偵事務所を構えている不可能担当と不可解担当という2人組の探偵で、そこに刑事をやっているやはり同級生の女性宇賀地や、怪しい仲介や神保謎の犯罪者三影も絡んできてかなり面白いです。どうもこれらの登場人物にはただならぬ関係性がある模様ですが、作中でははっきり語られません。これは続編もぜひ読まなければといわゆる作者が仕掛けた気にまんまと煽られて思わず購入してしまいそうになってます。短編集なので謎の提示と推理伏線回収がスマートかつ精鋭化していて読みやすいし、アウトサイダー的な格好良さも兼ね備えていて魅力的な主人公たちと思います。未読の方ぜひ読んでみてください。最後にご紹介するのはこちら、恋と禁忌のプレディケット井上麻里講談社文庫です。非常にロジカルなミステリ小説をお書きになることで有名な作者の井上麻里さんは神奈川県出身で東京大学卒業の、実は性別年齢不詳な作家さんです。今回ご紹介する恋と禁忌のプレディケットは第51回メフィスト賞を受賞したデビュー作です。ちなみに私の別の動画ハウダニットどうやってが丸々なミステリ小説参戦でご紹介した第2作のその可能性はすでに考えたは2016年の第16回本格ミステリ大賞の候補作に選ばれました。さらにその続編の聖女の毒杯その可能性はすでに考えたはこれまた私の別の動画多重解決ミステリ4選でご紹介しましたが、こちらは2017本格ミステリベスト10で第1位となっております。作者の別の作品探偵が早すぎるは私の別の動画職業探偵が活躍するミステリ小説参戦女性編でご紹介しましたが、こちらは探偵というものの概念を根底から覆したすごく面白い作品です。さらにこれまた私の別の動画近未来×ミステリ小説参戦でご紹介した2022年刊行の短編集ベーシックインカムの祈りに収録された琴の葉の子らは第70回推理作家協会賞短編部門の候補作となっております。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。雪山の洋館での殺人、犯人は双子のどちらかなのにいずれが犯人でも矛盾、この不可解な事件を奇跡の実在を信じる探偵上尾路上が見事解決と思いきや、天才美人学者つづりはその推理を推理論理学による検証でひっくり返す。他にも個性豊かな名探偵たちが続々登場、名探偵を脅かす推理の検証者誕生。私の読んでみた感想ですが、私第2作のその可能性はすでに考えたの方を先に読んでいたのですが、その作品では上尾路上などの登場人物たちの関係性があまり語られなくて最後まで不明瞭のままでなんかモヤモヤしていたんです。登場人物たちが出会って窮地のように会話している場面がすっきりしなくて、しかし今回ご紹介のデビュー作恋と禁忌のプレディケットを読んで探偵上尾路上と登場人物との関係がある程度描かれていて、私の中のモヤモヤ感はだいぶすっきり晴れました。やはり主人公が同じ作品は刊行順に読むのが適切ですね。第16回本格ミステリ大賞候補作のその可能性はすでに考えたお未読の方はぜひ今回ご紹介する恋と禁忌のプレディケットの方を先にお読みになることをお勧めします。作者の井上麻里さんのお書きになる物語はどれも非常にロジカルな展開を見せるのですが、こちらのデビュー作はもうある種の究極とも呼べるまでに非常に緻密でロジカルです。関係者たちの言動から論理式を組み立て事件の推理とその真偽を検証するという内容で、ミステリ好きで
理系な私にはとても魅惑的な内容でした。物語の語り部は大学生の森城英彦で、彼の母親とは年の離れた妹である叔母のすすりさんに名探偵たちの推理の検証をお願いするという構成になっています。名探偵と言われる人たちのその推理の結果を、とんでもない再演のすすりさんが推理論に学を駆使してその検証を行うという好奇クイーン問題を解決した内容となっていまして、ミステリー好きにとっては垂涎ものの一冊です。登場人物たちの発言を論理式化し、真か偽かを判定しつつ、名探偵と呼ばれる人たちですら推察の及ばなかった推理の穴を次々に指摘して解決したかに見えた事件を見事にひっくり返すという、もうロジカルの究極という内容に痛く感動いたしました。この作品、短編集のようですが、それぞれの物語がつながっていますので、連作長編とでも呼ぶべきかと思います。主人公の英彦の叔母にあたるという再演のすすりさんですが、母親とは年が離れていて、姉妹というのが疑われるほど外見も性格も違うようで、結構な美人のようです。事件にまつわる事象を論理式に当てはめ、論理推理学の内容をすすりさんは英彦に対して教授していくのですが、まるで世の中全体を俯瞰する神のごとくの視野の広さで、探偵たちが見逃した視点、論点をつまびらかにし、見事なまでに検証して真実を明らかにしていく姿は、まあ惚れ惚れするほどです。論理式にしにくい動機とかの感情的な部分については二の次となってしまいますが、そのことにもちゃんと言及した上で検証がなされるし、いわゆるホワイダニット、動機を起点にした推理をせずとも事件の真実を見抜いてしまうすすりさんの才能には簡単しかありません。なお、動機の部分は英彦が想像することで読者にはちゃんと伺える内容となっています。この作品には何人かのいわゆる名探偵と呼ばれる人が登場するのですが、花屋さんだったり現役女子大生でかつ経営戦略コンサルタントだったりしますが、職業探偵という上愚城も登場します。その可能性はすでに考えた。で、主人公となる上愚城は最初複数人登場する探偵と呼ばれる人たちの一人だったのですね。名探偵と呼ばれる頭脳明晰な人たちのさらに上を行く推理論理学を用いた超常的な推理の結末とその過程はものすごいインパクトを持っていました。本文中には論理式が所々で提示され、さらに巻末には資料として5ページにわたる論理式の解説が出ていますので、丹念に味わうようにしながら読者が謎解きを楽しめるようになってます。読み終わった時、これまでにないほどの大きなため息、吐息が出るようなそんな作品です。未読の方、特にその可能性はすでに考えたお未読の方は、ぜひこちらから読んでみてください。以上、今回は男性で職業イコール探偵である登場人物が活躍するミステリ小説を3作品ご紹介しました。このテーマを考えた時、近代一光助以外で男性の職業探偵が登場するミステリーってなんかあったかなーなんて思ってたんですが、ちゃんとありました。しかも結構最近の著書ばかりでした。ということは本格ムーブメントから以降、しばらく職業探偵は登場しなかったということなのかと思ってます。ご存知の方がおられましたらコメント欄で教えていただければ幸いです。なお、今回ご紹介した作品は概要欄にリンクを貼っていますので、読んでみようと思った方、リンクからアクセスしていただければと思います。ご紹介した3作品を未読の方はぜひ読んでみてください。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。これからもどんどんいろんなミステリ小説をご紹介していきますので、高評価チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。